はいどうも、みつさんです。お願いします。では、毎週頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。おみです。かんたです。お願いします。今日 NG、 NG ね。久しぶりだ。ちょっと久々ですね、うん、前回僕の感覚だと、うん、トミーと花尾のやつがちょっとそれに近かったのかなと思って。まあまあ確かにね、まあ、構図は同じ感じよね、うんうん、俺的には結構面白い。あの動画すごい反響があったね。いい動画、うん、反響あったよね、うん、まあまあ花尾がね、やっぱそのすごい喋ってくれたから言う。あ、確かに。まあ彼のね、結婚式とか、うん、そういうのともまあ重なったり。そうだね、タイミング的にはすごい節目の動画だ。まあなんで、まあこうやってまあどコンビのどっちかが、うん、まあ誰かとまあ質問コーナーじゃないですけど、うんうん、まあそういうことをしに行くっていう企画なんですけども、はいはい、今回、はい、瀬戸康史さんと、うわすごっ、はい、僕がちょっとコラボさせていただこうと思っております、はい、瀬戸さんとね、すごいことだよね、これ。え、さて、何歳さん？それで言ったら。え、もう60歳ぐらいさ。そんなには言ってないでしょ。60歳さだったらもう90のおじいちゃん、ね、それぐらいリスペクトしてるっていう。イメージで言うとやっぱもうね、1000人というか。そうですよ。若干。でも歴で言ってもだいぶ上ですし。ヒカキンさんとか、メグウィンさんとか、うん、そういう世代のイメージですよね。はいはいはい。で、なおかつ、うん、第一線でこう活躍されてるってことで、うん、まあ今でもやっぱ瀬戸さんのね、動画出るとやっぱ話題になるから。いや、そうなんです、うん、この間明けましておめでとうございますって言ってました。それがね、まあそれもみんなもう風物詩じゃないですけども、すごいんです。で、これなんで今回、まあ、僕がやりたいなって思ったかっていうと、バレないようで、はい、ジンタンとかトシミツとか、うん、まあみんなとこう原宿に行くじゃないですか、うんうんうん、で好きな YouTuber 誰ですかで僕らの名前が出たら、いや僕ですよみたいな企画なんですけど、異常に好きな YouTuber 誰ですかって聞いた時に瀬戸康史さんっていうのが異常に多いんです、はいはいはい、イメージよりだいぶ多いみたいなことだよね、多分ね。そうです、そうです、うん、当然見てる方がいっぱいいるのは知ってるんですけど、うんうん、原宿とか渋谷で、そういうことね、一番好きな YouTuber ってことだよ。こう、言いたくなる人でもあるんだよね。そうなんだよ、うん、そう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 。いや、原宿のガチアンケート見たいけどね。そう、で、思って俺昨日、はい、瀬戸さんに質問ありますかっていうボード持って、はい、原宿立ってたんです。すごっ、うん、そう、なんか瀬戸さんにせっかくすごいなった。いや、なんなすぎて、うん、自分から外国人の方に、女性の方に声かけに行って、うん、Do you know 瀬戸康史知ってるって言ってもらうくだりをこう練って、暇すぎて、うん、でカメラの前で Do you know 瀬戸ね、そうで Do you know 瀬戸康史の動画撮りました。 Do you know 瀬戸康史知ってます、知ってます、知ってます、おー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  Thank you でそんなことあったんだけど、うん、でも6人か7、6人7人ぐらいにファンの人に出会ったんです。瀬戸さん見てます。おーすごい。こう言ってきてくれるの。いや瀬戸さん知ってますみたいな、はいはいはい、すごいのが女子高生4人組なんだけど、うん、1人がめっちゃ瀬戸さんのこと好きで、うん、質問ありますかって言ったら、今までで一番高かった機材なんですか。いやこれはすごいことだと思いますよ。そうだね。いやすごいよ。だからYouTube 界のハンターハンターであの人なかなか新作出ないけど、なかなか新作出ないけど、新作出た時はみんなこう見るみたいな。ああ瀬戸さんは多分気づいてないのか分かんないけど、瀬戸さんの年の時そうなれてる自信はないもんな。いやもうすでに原宿での人気負けてるしないや俺ら、そういうのも踏まえて聞いてこようかな。いやかっこいいからね普通それってね。いや生き様がかっこいい説、うん、うん、だからもう昨日雨の中原宿行ったもんね急にちょっとそのなんかボタンしないとっていう、そう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 、やんないとやばい。そうだ、昨日雨降ってた。そういえばそうそう、雨の中行きました瀬戸さんに面白いと言ってほしくてやったん。いやそれはね、そうなんかあれば、瀬戸さんに聞いてほしいこと。瀬戸さんにとってのライバルとは。ああ気になる、ちょっと気になる。だってあの人が誰かを気にすることってあんのかな。ちっちゃい頃から見てる人が今も見てんの。いや、すぐ話さない、ファンを話さないだろうって思う。この女子高生の子もちっちゃい頃に実況を見てて今も見てますとか、出たら見ると。そう、それ一番かっこいいよね。いぶし銀というか、いぶし銀ですよ俺その機材とかさ、うん、映像もちょっと好きだから、うん、見るとこだわりすぎて、この挨拶のやつとかさ、うん、もう画角がピッ
ったりしすぎてて、うん、この後ろの感じとか、はい、でこれ反響しないように、うん、マイクをメガネにつけてるんですこだわり感やばくない？この感じはね、ちょっといろいろ僕も聞きたいことあるんで、はい、ちょっと瀬戸康史さんと動画を撮ってこようと思います、はい、よろしくお願いします。はい、緊張する、なんかあれですね、 YouTube の試験受けに来てるいや、俺何なのよ、審査員じゃないんだよちょっと時計だけ撮ろうかなということで、瀬戸康史さんのお家にお邪魔しております。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新居で昨日引っ越してきたばっかりで、もうね、カメラの後ろにはもう段ボールだらけなんだけど、はい、いや、ありがとうございます。この初めて来たのがカンタ君だよだって引っ越した直後に来る人いる？そんなまだ何にもできてないのに確かに確かに、このスケジュール感で来るかっていうのありますよねここのタイミングかっていう、どうしてもやっぱりお会いしたかったんで。いやでもね、俺に声かけてくる人って、まあ YouTube やってる人なら分かると思うんだけど、はい、ちょっと声かけづらいらしくて俺でもたまにいるんだよね、その若い人でも。やっぱ基本的になんかビビっちゃうらしいんだけど、ビビります。やっぱ突撃してくる人ってたまにいて、その一人です。その一人です、僕が突撃してきた。いや、もう本当に今まで YouTube いろいろ撮ってきたんですけど、うん、今日ほど憂鬱な日はなかったです。いや、なんで声かけてきたの憂鬱、自分でド M なの。やだなって。いや、ずっとお会いしたかったし、うん、まあ、あの、U フェスとかでもご一緒させていただいてたんですけど、うん、まあ、なんとかこう話したいなとかっていうのも昔からありましたし。うん、そう、あの、U フェスのね、あの、なんだろう、その、袖とか。はい。まあ、話しかけてくれようとしたりとかは、はい、そういうのは感じてた。あ、本当ですか。そう、でも動画が今初めてってだけ で、 そうです、ね、実は事務所入ってから結構もう長いから、はい、結構もう知り合ってからは長いよね。あったりとかはありますよね、うん、はい、でもやっぱり一瞬映るのは初めてかも。ありがとうございます。で、まあ、僕は昔からこう瀬戸さんの動画を見させていただいてて、はい、まあ、機材とか、うん、まあいろいろ映像を学ぶといったら、まあ瀬戸さんを見て育ってるんですよ。いやー、ありがたいことです。っていうのもあって、僕からしたらかなり、まあ夢の動画になってるんですけども。嬉しいね、そう言ってくれると。やっぱり生きづらいですよね、やっぱ瀬戸さんには。そう、わかんない。でも俺も別に怖いわけじゃないんだよ、裏でなんか確かに、めっちゃ優しい、めっちゃ優しい。おめろって、別にやるわけじゃない、ね、むしろ、なんだろうな、陰キャというか、やっぱ人見知りなんだよ、俺が。動画ではパーってかやるけど、普段はもうこういう感じだから、こういう感じだからいや、でもそれもすごい共感するんですけどね、僕もそういうタイプなんで。あ、そう、こういう感じで頑張ってはいるんですけど、もう全然オンオフがね、ちょっとあるからやっぱ、だからすごい動画を見させていただいてても気持ちがわかるというか、うん、でも性格のところに共感してくれてる人はいるのかもしれない。動画の前だから頑張ってんだろうなこの人みたいなあー、逆に裏ではなんかそうじゃないんだけど、動画だから頑張ってるみたいな。あー、すごいわかるかもしれない。三つ秋 TV でしたっけ、はい、はい、とかも、はい、僕やっぱ衝撃を受けたの覚えてて絶対やりそうにないじゃないですか。あー、そう、僕は、まあ、ご存知ない方のために言っておくと、はい、僕は YouTube 始めたのは2010年で、30歳の頃だ、 YouTube 始めたの。そうなんですね。だから、カンタは今、もう30になるでしょ。30だから、この時に俺まだ YouTube やってなかったの。で、それまで何やってたかっていうと、19から29まで演劇をやってたの。あ、そうですよね。はいはい、はい、この東京には小劇団っていうちっちゃい劇団がいっぱいあって、その小劇場っていう世界があるんだけど、その世界の中で10年役者として俺はテレビ出るんだっていうのでやってきて、訓練を積んできた。はいはいはい。で、それでちょっと10年やったけどうまくいかないなって言って始めたのが YouTube で、その今言った三つ秋 TV とかって、その変なキャラみたいなのを演じたい、今の自分とは違うキャラクターになりたいっていう、そういうことを動画でやるのは演劇の名残というか。そうですね。僕、劇団スカッシュさんとやられてるとか見に行ったこともあったりして、ね、おー、やってたね、舞台ね、はい、私出させてもらったことがあって、僕からしたらやっぱ YouTuber さんっていう一番イメージではありつつ、すごい突拍子もない
動きをしていらっしゃるというか。いや、劇団スカッシュすごいよね、これ。劇団スカッシュすごいよね。あ、何の話したかったかっていうと、彼らに共感するところがすごいある。あ、年代も一緒だし、演劇でずっとやってきてるから、うんうん、あ、どっちかっていうと演劇寄りの人なんですよ、私。なんで僕、瀬戸さん見てるからなのかな。僕もでも、ちょっとそういうコスプレとかしたくないんですよ。まあ、誰しもあるよね。演じてるわけじゃないだろうけど、まあ、カンタはいい子っていうか、もう優等生。いや、でもまあ、その、みんなにの印象、みんなからの印象がいい分ね、俺はそんなんじゃねえんだ、ガーみたいになれ、ね、いや、だから多分瀬戸さん見てるとやっぱ、ちょっと気持ちいいというか、はっちゃけたいみたいな、こういう自分いるよなってやっぱ思ってしまうところ、うん、ストレス発散だからね、俺は動画で暴れるのは。いやー、わかります。だって人前でさ、いきなりやばいじゃん、街中でやったら。でも動画の前だったら、なんかふざけてエンタメみたいな、うわーとかやって喜んでくれる人がいるから、ちょっと自分のストレス発散、まあ演劇もそうなんだけど、人前でさ、泣いたりとかさ、笑ったり怒ったりとかさ、しないじゃん。人が亡くなってその悲しむみたいなのは実生活ではたまにあるけど、うん、それをこう毎回やって、方法的にできることないですよね。方法的に自分の感情を思いっきり動かしてっていうのは、やっぱね、やってる人がやっぱすごい気持ちいいから。僕それです。やっぱちょっと演劇の道にちょっとなんかちょっとハマり始めてみたいな。お笑いサークルでトミーのコントをやってたので、大学の時なんかお笑い芸人さんとかそういうのも大好きなんですよ。そうだね、そうだ、忘れてた。そうです。なんでその破壊欲みたいなありますね、やっぱり。それって今はもう動画で発散できてるって感じ？そうですね、やっぱりまだ物足りないの？いや、なんか発散できてたんですけど、うん、もう僕らも9年ぐらいになるんですよ。そうだね、気づけば、うん、そうすると何にもこう変化を感じなくなってくるんですよ、うん、変なことしてても。わかるわかる、飽きてくんだよね。そうなんですよね、うん、で、見てる方もなんとなくこういう感じの来るだろうなってなってくるんで、うん、それをまた裏切りたくなってきちゃう。あー、わかる、めっちゃわかる、それっていうのもあるんで、やっぱ僕はその瀬戸さんが突然動画投稿をやめたりするされるじゃないですか。そう、結構ね、数ヶ月休むんですよ。そのいや、やっぱそういう気持ち、それができない自分は絶対いるんですよね。まあでも毎日投稿をやめられたじゃん。あれは死ぬほど怖かったです。死ぬほど怖かったです。いや、だからもう俺からすると、まあそうかどうかって感じなんだけどね。まあずっと続けてきたことだからね、うん、俺はまあなんかみんなに言われるけど、予告なしで半年休むとかさ、狙ってやってるわけじゃないからね、そこは、はい、あ、いや、そうですよ。そう、そこは本当にバランス間違えると、なんか俺はなんか休んでも何も言われないから休むみたいな、うん、そういう気持ちが出ちゃうと、またそれも見破られるっていうか、嘘になっちゃうし、嘘はしてますもんね。嘘はついちゃダメだから、やっぱ見てくれてる人を舐めちゃダメだっていうのは一番肝に銘じて。ああ、変に取り繕ってこうやるとか、なんかバカ、なんか、あ、こうしとけば分かんないんだろうみたいな、なんかちょっと舐めてるじゃん、それ。そうですよね。だから基本的になんか神様というか全部見抜かれるって思って嫌だというか。すごい。だからミスった時大変なんだね。そのなんか何やらかしちゃった時とかは、はいはいはい、あのちゃんと謝らないと、うん、すいませんでしたみたいな、なんか逃げようとしたらダメっていうかね。最終的にはそこだからね、信用というか、なんか人間性ぐらいしかないじゃん。その特になんかすごい技を持ってればね、すごい演奏ができるとか、うんうん、なんか特殊なスキルが俺はあるわけじゃないから。いや、あるようにも見えたりもします、ね、いや、まあ、まあ、その例えばビートボックスとか、あ、なんか分かんないけど、そういう一芸があるわあるって感じではないから、うん、人前で見せられる。で、今回どうしてこうやって動画を撮影させていただいてるかって言いますと、急じゃないですか、こうやって声を出させていただくの。急だよ、うん、すごい僕自身嬉しかったんですけど、まあ、きっかけとなったのがバレないよっていう企画を、はい、俺はその自分のファンの人からスクショが回ってきて、瀬戸さんこんな感じで出てますよみたいな言われて、それ動画見て、うわ、マジかいや、嘘だろ、嘘だろってなったのよ。そうなんですね、うん、だってそんな原宿とかにいる20代が俺のことを好きなわけないじゃんって思ってたから、俺もう何が起きてるんだろうっていうのはそれきっかけで知ったの。だから俺はなんかもう別に登録者もそんなめっちゃ伸びてるっていうか、ずっと横ばいだし、あ、なんかずっとこんな感じだなって思いながらやってたから、え、なんで原宿の人たちがみたいな、
その最先端のところにいる人たちが俺見てんのっていう今回一応その映像をまとめてきたんですけど、おー仕込んでるね。はい、もう瀬戸さんに会うってなるともう汗かかないかと思いましてそんな頑張る必要ない、汗かかないともうダメだと思って、昨日原宿に行ってきたんですよ、はい、いやようやるね。で、瀬戸康史さんにこう何かメッセージありますかということで勝手に、まずだって俺のことを知ってる人を探さなきゃいけないじゃん。知ってます。まあ質問コーナーじゃないんですけど、ここのメッセージを見てこう質問いただいて2人で話せたらなという感じなんで、ちょっといいですか、見ていただいて。ちなみに前あの前に載せてるやつ、これ僕らがバレないようにしてるやつなんですけど、ちょっと渋めになるんですけど、瀬戸康史、うわ渋かっこいいな。瀬戸康史さん、瀬戸康史とか、おお、こういう感じで何の仕込みもなく、そうなんですよ。すいません、今 YouTube でインタビューしてるんですけど、出ていただくことってできたりしないですかね。好きな YouTuber 聞いてもいいですか。あー、なるほど。ちょっと個性的っていうか、僕のぐらいの年代だと珍しいかもしれないですけど、はい、瀬戸康史とかわかります、ね、あ、瀬戸さん、わかります。めっちゃ好きです。瀬戸さんね。瀬戸さんわかります。めっちゃみたいな感じで、おー、すごいな。比較的若い。若いね。なんかもうイケイケの感じの人たちが見てるっていう。俺も、まあ、東京に今住んでるから外歩くじゃん、うん、そうすると、まあ、たまに声かけてもらえることがあるんだけど、はいはい、大体ね、20代前半なの。え、なんでなんですかね。小中学生の時に俺の動画を見てたの、はい、あーで、育ってんのよ、そっから。いや、それで今も好きっていうのがエグいですね。まあ、それも、まあ、ありがたいことだね。でもね、一回不思議なのが、10年ぐらいやってるとずっと見てくれてる人って別にそんなにいるわけじゃなくて、一、うんうん、回離れたりする。はいはい、わかりますわかります。一回離れたりするんだけど、なんか覚えててくれてまた見てるみたいな人もいたりするから、もう基本的にだから育ってる。だから今育った結果、ちょうど今原宿と渋谷にいる可能性がありますよね。そうそう、だから今の子たちも多分小中学生の頃見てたんだよ。俺マインクラフト実況とかやってたから、その時に見ててくれる人が結構多い。で、育って機材とかそういうところにもう一回帰ってきてるみたいな。ゲーム実況で二毛作してるんですね。二毛作、二毛作、そうそう、そういう流れができてるみたいで、別に何にも狙ってないんだけどね普通に生きてたらこう生産してた。じゃあちょっと昨日行った映像、はい、何人かにインタビューしたのちょっと見て。雨降ってる、雨降ってる、確かに昨日雨降ってて原宿人全然いないし、外国人がもう6割ぐらいになってました。そうだよね、月曜日の夜だ。私バレない王としてたくさん今までロケさせていただいてるんですけども、異常なまでに瀬戸康史さんの名前が出るんです。なんで実際今回瀬戸さんに向けてちょっとメッセージを集めていこうかなと思います。俺絶対できないもんこれ。本当ですか。よこんな何やってんだよこれ。勝手にやめてくれよこんなやめてくれよ。ダメですよ、ね、ようやったねこれ。やっててもこれダメっぽいなって思いました。やばいねこれこれさ、本人に許可なくやることじゃないよね。そうだよ、そうだよ、そうだよ、そうだよね。中学生の時から見てます。なんか瀬戸さんに質問あったりしますか。僕も大学辞めました。あかんあかんあかん。マジで。マジで。ダメ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 。そんなとこ真似するとこじゃないからそれは。なんか調べたらなんかそうらしいです、ね。確かに僕は大学を辞めてて、で大学を辞めたっていう話を集中的にしてる動画もある。はいはいはい。それは奨学金、俺すごい借金になっちゃって。今よく社会問題にもなってるじゃん。はいはいはい、はい。奨学金が払えないみたいな。うん。本当に俺もそれ大変なことだった。大学生の時ですか。大学生で途中で確かなんだっけ、いろいろ、まあ奨学金にもいろいろあるんだけど、ちゃんと卒業できたら免除しますよとか、はい、いろいろあるんだけど、俺は途中で辞めちゃって、それがそのまま全部こう返済してくださいってなっちゃう。でも俺もまあ演劇やってたし、だって大学辞めて演劇やってんだから、バイトしかしてないからさ、家賃も払えるかどうか分かんないところでやってるから、もう全部、まあ、ちょ良くないんだけど、もうそのスルーしてて。ああ。でもね、やっぱり追っかけてくるわけ。それはもう見逃してくれないから、親の方に行ったりとか、そういう風になってくるわけ。督促行ったりとか。結構やばいっすね。で、じわ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 来て、ちょっと俺も、あ、これあかんっていうところまで追い込まれて、それで電話したよね、その、
はい、もう観念してあの返しますと。その時に多分200万、200万いってないけど100、2、30万ぐらいになってて、で俺もお金ないからあの月2万返してって言われたの、はい、で2万はちょっときつかったからあの1万でお願いしますって言ったのね。そしたらあのそうすると瀬戸さんの返済計画はあの無限に続きますと死ぬまで、そう死ぬまであの利息を返しきれなくて1万だと無限に続いちゃうんで、あの2万にしてもらわないと思って、で頑張って払ってたんだけど、最後その YouTube がこう軌道に乗ってきて、もう最後まとめてこの野郎、もうその時もう本当借りてるのに返すのにこんなおらみたいなだって増えてんだもん、増えてんだもんっていうか、まあ、借りたから仕方ないんだけど、もうその時はちょっとやってやったっていう、もう空がいつもより綺麗に見えたね。うわなんか全部生産したっていう、なんかこう、なんだろうね、なんかちょっといい日だった、その日は。ようやく解放されたみたいな。ただそれを真似するのは、その真似いや、しかもめっちゃ子供たちがめっちゃ笑顔じゃん、笑顔で瀬戸さんのその動画を見て僕も大学辞めましたって言ってます。ダメだ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 。いやまあそれでももう 俺は辞めろとは言ってない彼がまあそう思っただけで、もうおすすめはしてないんだよマジで。大学はマジでちゃんと出れば就職先とかちゃんといいとこ行けたりするし、本当にあの学歴大事だから、ね、なんだかんだ言って、うん、じゃあちょっと続きを、はい、マジで、はい、マジです、マジです。急に、はい、瀬戸さんと同じ道を歩もうとしてるのか。あ、そうです、そうです、そうです。じゃあ人生のアドバイス聞いとくわ、瀬戸さんから。あ、お願いします。ありがとう。なんかありますか、人生なんか人生のアドバイス、はい、アドバイスというか、まあうーん、なんだろうな、なんかヘラヘラしてないこれ大丈夫、大丈夫。いや、ちょっと心配な雰囲気ありますね。心配な雰囲気あるけどね、まあでも瀬戸さんはこう、自分その大学を辞められたっていうのも、うん、自分の判断だ、判断っていうか、でもね、あの20歳前後の人がね、する判断なんてね、大した判断じゃないじゃんうわ深っ。いやでもすっごい怒られたよ、周りの反対すごかった、うん、じいちゃんばあちゃんからはもう感動するぞみたいな、お金出してもらってたから言われたし、そのために俺福井から東京出てきたからね、東京に出たくて大学の勉強頑張ったの。めちゃめちゃ本気ですね。都会に行きたくて頑張って東京出て、そしたらみたいな感じで辞めちゃったって感じだからで劇団の本気でやりたかったからっていうことは、まあそれはある、あの、うんうん、面白いこと見つけちゃったからっていう。なんかでも、うん、結局 YouTube でこう、うん、奨学金も返して、うん、いやただみんながみんなそうできるわけじゃないから、うん、そうか。俺はね本当に誰かにねこうしなさいとかっていうのはちょっと苦手なんだよね、本当に好きなように自分の責任でそう、自分の責任で自分の好きな方向に行って、もう、そう信じた道を行くしかないで、そこが地獄だったらもう知らんぞっていう、ね、いやなんでそうなるかっていうとね、やっぱ演劇の道をやってるとね、みんながみんな成功するわけじゃないから、本当に難しい世界ですよね。僕も芸人さんとかだよねもそうですし、うん、ね、演劇も何度か見に行かせていただいたことあるんですけど、うん、まあ、お笑いの人なんかもっと厳しいかもしれないね、うんうんうん、僕も今43で、僕よりも年上の人で今もバイトしながら演劇の道をずっとオーディションを受けたりやってる人がいるから、やっぱり安易になんかこの道いいよとか、何が幸せかも人それぞれですし、ね、そうなんだよ、ずっと追っかけ続けることが その人の、売れなくてもそれが幸せっていう人もいるし、うんうんうん、本当になんだろうね、今なんかみんなすぐお金こんだけ儲けたとか、あの確かに分かりやすい成功ばかりがね、TikTok とかも時間短いし、うん、なんかどうしても刺激の強い成功ばっかりが来るけど、そうじゃない、そうじゃない、あ深い良さっていっぱいあるじゃん、その俺も時間、俺も動画って長いんだけど、はい、結構商品レビューするのも1分とかじゃなくて30分とかかけて、しかもギュッて詰まってますしね、そうなんだろうね、こう長く見てくれて初めて分かる良さっていうか、いなんつうのかな、分かりにくい面白さ、演劇もそうなんだけど、1時間半とか2時間かけて人間がただ食べてるだけの、ジャンクフードじゃない感じなんですかね。そうなのかな、なんかボディーブルーのように効いてくる面白さとか、そういう幸せみたいなのもあるから。でも僕も YouTube 始めた頃は、うん、結構その再生数とかにとらわれちゃうんですよ。分かる。でも無限に苦しいじゃないですか。苦しい、やばいやついっぱいいるしね。そうなんですよ、でその旬の人の方が再生数あるとか、もう外部要因すぎて、そう、
もう自分の幸せが再生数になっちゃうと、うん、もう操作できないんじゃないですか。やばい、うん、でこれは精神病むなと思って、うん、もう僕もやめました。おあんまりもう気にせず、もうエゴサとか、まあ、再生数見るのとかも昔に比べたらめちゃくちゃ減るし、大事だね、うん、もう健康的に。でそれでもこう愛してくれるというか、うん、応援してくれる視聴者さんを大切にしていければなっていう、まあ、俺は基本的に食っていける金があれば大丈夫と思ってるから、だからそこが守れればあとは好きなことをやればいいんだけど、そうなんでその必要以上のお金を、まあそういう人もいるけどね、うん、お金いっぱい欲しいって人もいるけど、うん、基本的には生活できて楽しいことできればもう最高じゃん。それ以上ないはずですもんね。そうだからそれを守ってればって考えれば、別に再生数が落ちても生活ラインさえ守れればいいから、そこ下回っちゃうとやばいから。はいはい、うん、いやありがとうございます。それをだから生活していけるようにすれば、少なくとも生活、生活していけるお金さえ稼げればあとは好きなことやっていいぜ。おお、なるほど。じゃあちょっと2つ目いきます、はい、質問知らないでしょ、そうだけど。え、すごい迷い。え、女子高生、女子高生の格好的に、はい、はい、そうでしょ。ちょっといいですか、聞いてみましょう。そうだけど、うん、何でもいいよ。人生のことでもいいし。あ、え、じゃあ今まで買ったあの機材の中で一番高いもの。ガチの質問だ。本当のファンの質問。すごいぞ。あ、でもなんか見てる感じするね。俺に機材のことを聞いてる。そうなんですよね。機材は、ね、ちょっと僕も気になります。いや、値段だけで言ったら Mac Pro だね。あ、 Mac Pro 2019、あの大きい、あの、まあ、今も同じ形、ゴミ箱みたいな、あ、ゴミ箱じゃなくて今もっとでかいんだよ。 あのあれか、アルミみたいなやつのシルバーのでっかい、はいはい、みたいな、こ、そう、こんぐらいあるやつ。これ単体で180万ぐらいだったかな。おお、もっとモリモリにすればもっと700万とかまでいくんだけど、うんうん、これは買ったのは180万ぐらい。それでモニターもアップルのやつで50万、今70万になっちゃってるんだよ。買ってよかったと思って。あ、いや、そうなんですね。プロディスプレイ XDR っていうモニター、上がるパターンもあるんですね。今円安だし、うん、あと部品も足りないっていうんで、うん、値上げしてるから、まあそれのセットぐらいかな。だから230万ぐらい。僕もデスクトップ持ってる。100万あればすごいモリモリの作れるよね。今も Windows だったら昔に比べると全然、うんうん、もうノートパソコンというか MacBook でもめちゃめちゃ性能上がってるんで、うん、MacBook 高いよね。モリモリにすると本当に7、80万いっちゃうよ。あ、多分70万ぐらい。そんなんだよね。瀬戸さんって俺今 MacBook Pro、 あ、もう乗り換えちゃった。 MacBook Pro の M1 Max ってやつ、はい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 、を使ってます今。え、デスクトップ、デスクトップはもう Mac Pro は卒業して、Windows は自作 PC を使ってる。80万ぐらいなのかな。で、結構その当時ですごい一番最高スペックみたいな、うん、今はその2大体制で。いや、僕ももう完全にこれで完結するじゃないですか、うん、正直する、する性能的にも。で、これ M1 Mac? M1 です。おお、いいよね。はい、16インチか、これ16インチです。ああ、俺14なんだよ。14ね、ちょっと僕多分瀬戸さんの動画見て選んでるんで、14はね、ちょっとね、いまいちだったんだよねって言ってて、ね、16の方がいいのよ、熱効率というか。M1 はじめ全然互換性なくて。そうだね、俺今もさもさしちゃってる。ちょっとごめん、話しといたら戻すわ。で、なんだっけ、機材の話。機材はそうですね、まあそれかな。カメラとかは、カメラは、カメラはソニーの今は FX3 っていうちょっと小型のやつを使ってるんだけど、はい、その前にもうちょっとでかい FX6 ってやつを買った時があって、あれはでも70万、80万ぐらい。カメラでね、そんな100万超えるのってもうちょっと次元というか、もう本当映像作品とかそういう、そうかな、うん、ちょっと変なところに行っちゃうから、あんまりないから YouTube で100万以上のカメラって。それって瀬戸さんって映像とかそういうのもすごい、うん、お好きだと思うんですけど、うん、やっぱ良すぎるカメラにはしないっていうのはあるんですか、ポリシーという。いや、大変になるからだね。一人で本当に本格的なその映画とかで使うやつってもっと本当に巨大になっていっちゃうから、うん、そうするとやっぱりカメラマンが必要になる。
ああ、そうかそうか。あのピントもこうやってやってくれる人がいたりとか、こうやってもらわないといけないし、あの そういうスタンスではないんで、僕は一人で撮って一人でやるってやつだから、その中で一番いいものを選ぶってなると、うんうん、やっぱコンパクトじゃないと。でそれこそ内向きになるモニターが見えるようにするとかって、そういう感じです、うん、そうですね。はい、分かりました、ありがとうございます、はいはい、じゃあもうちょいいきます。本当のファンの質問ありますけど、ファンダ頑張ったね。あ、ちょっと待って、もっと、あ、ちょうどいい、なんてめっちゃ気になる。ファンダゴテライブっていうのは、はい、あの自作キーボード、このキーボードはあのパソコンの Windows とかで使う、 Windows とかっていうか、はい、キーボードあるじゃん、うん、これを自分で作るっていうのがあるのよ。え、あのそういう自作キーボードの世界っていうのがあって、面白い、自分でどのキーを使うかとか、キーっていうのもそのいろんな押し心地とかいろいろ強さとかあるから、それをパーツを集めてハンダ付けしてあの作る、そういう世界があって、はい、で俺もそのハンダ付けをやるっていうライブを、あの YouTube ライブでやったのね、はい、全く素人の状態で やるって、みんなそのおじさま方とかにそこはそうじゃないとか言われながらやったら2万人ぐらい、すげえ。しかも日中夜だったから、ただおじさんが黙々とこうハンダ付けここ画面アップだよ、ハンダ付けをしてる、あれなんかハンダが溶ける、なんかハンダのこの線があって、はいはい、鉄というかハンダの素材忘れたけど、うん、それをこうハンダごとでチュルチュルって溶かしながらつけていくんだけど、あの溶けるのがちょっとずっと見てられるような、なんかその中毒性がちょっとあるんだよね。はいはいはい、だからか分かんないけど2万人が見てる配信になっちゃう、ファンがいますよ。確かにあれはヒットというかね、すごい、こんなみんな見るんだっていう、はい、もうこの子も若い子だったので見てたんでしょ。ありがたいね。じゃああと多分2つぐらい。瀬戸さんのこと知ってます？はい、知ってます。え、今学生ですか？はい、高2です。高 2？ ありがとうございます。なんか質問ありますか、瀬戸浩二さんに。何でもいいです何でもいいです。何でもいいです。幸せです。すごい、なんか意外と若い子の方が意外となんかズバッとくるね若い子たち。いや、もう幸せですよ今は。今はまあ幸せ、まあ子供生まれたからね。そうですよ、まあそうなんですよ。もう可愛い、可愛いな、もうこうなんかもう本当に嬉しい、それ本当に可愛いよね。え、ちょっと僕からの質問になってしまうところもあるんですけど、やっぱり作るのがすごく好きな方だと思ってるんですよ、そのクリエイティブというか、自分 その編集をするって なっても、そのなんて言うんだろう、自分で全部やられてらっしゃるっていうのを聞いてるんで、そ う、ね、うん、そうなった時にその家庭の生活とかっていうののバランスって難しくないの？ここ俺今新しい部屋を借りたけど、はい、今まではそのずっと奥さんがいる状態の部屋で、うん、まあ、マンションの部屋でやってたけど、やっぱ奥さんがいるから、その自分が撮影するときにちょっと俺今から撮るからみたいな、そうですね、でちょっと一声かけてやってる感じだったんだけど、ここだともう誰にも気を使う必要がないから、むしろ集中できるかもな。うーん、あの子供生まれて思ったのは、はい、あ、なんかより頑張れるかなっていうのは、もちろん時間としてはやっぱり子供のミルクあげなきゃとか、そういうのはあるけど、普通だったら作業できてる時間があったかもしれないわけですよね。いやでもね、なんか俺もそう思ったの、今カッタが言ったような、その子供できると、はい、家族がいると大変なんじゃないのみたいな、はい、いや意外とね、そうじゃないって感じは今のところはしてる。まだ赤ちゃんだけど、すごい、なんて言ったらいいんだろうね、あの逆に一人だとさ、サボれちゃうじゃん。確かに、なんかやってる、ちゃんとそうやってるんだけど、やってる風になってるっていうか、ずっと全力で 100% やってるわけじゃないし、なんつうんだろう、メリハリができるみたいなことなんですか？そうかな、うん、確かにすぎる。なんかそういう感じ、家庭ができるからこそそれに対する仕事がこうバンって分かれて、あの例えば俺は今これ、今時間何時だ、 今3時か、はい、だからあの6時、5時、6時ぐらいに俺はお風呂入れる係だから、うんうんうん、お風呂入れに一回うちに帰らなきゃいけない、はいはい、だからそこまでに、ここまでそのタイムリミットができるわけよ、その1日に。だからこの時間までに今日はこれしよう、これしようみたいな。だからなんか仕事的確にできるように、
それは幸せですね。幸せなのよ。だからやっぱ両輪で回るっていうじゃん。別に家庭じゃなくても、例えば動画 YouTube だけでやってるとどっちかがうまくいかない、きつくなるんだよ。1個じゃダメなの、うん、あの柱っていうか、まあ、俺のイメージは両輪なんだけど、うん、あのめちゃくちゃ仕事できる人ってめちゃくちゃ遊んでるイメージない？ありますあります。豪遊する人ほ どそんなに遊ぶ時間あるのみたいな、なんかねこう回っていく感じなんだよね。だから YouTube も俺、もともと仕事してたんだけど、はい、あの YouTube 一本になった時にちょっとなんか変な感じに なっちゃったんだよ。へえ。やっぱ兼業でやってる人が俺すごい羨ましい、個人的に。とその気持ちのバランスとかもこう移し替えれるしみたいな。本業で例えばお医者さんだったりとかエンジニアだったりとか、その食いっぱぐれがそもそもないし、仕事が1個あるから、でそれで YouTube もでき できるっていうか、その本業の知識を生かして YouTube をできる人ってもうめちゃくちゃ強い。精神の安定というか、めちゃくちゃ安定する。最低限の生活のお金も保証されてるから、そう、だからおまけみたいなもんなんだよね YouTube。 いや俺本当にそれが羨ましいんだよね。でも確かに一本で、YouTube 一本でなると YouTube は崩れたら終わるから、どうしてもその危機感、焦りとか、焦りが出てきちゃうんだよね。で冒険もちょっとしづらいですもんね。しづらい、失敗したら終わるから。うわ、だからやっぱね2つあった方がいい。まあさ、今は家庭と仕事っていうとそれちょっと話が変わってくるけど、うん、まあ仕事面でも2つぐらいあった方がいいかもしれない。そう、なんかやっぱ1個じゃダメというかね、なんかこう2つで回していくっていうのはがなんかうまくいくコツなんじゃないかなとは、うん、思ってますね。普通に勉強になりましたね。1個じゃねえ、1個じゃない、1個の方がいいと思うじゃん。1個だけできるんだから集中できるじゃん。いや僕はもうむしろ増やすことへの不安症というか、うん、まあありすぎるのは良くないけど、適度にそのなんだろうな、相性のいい、うん、いい感じで離れた、相反するものっていうかな、それこそ仕事と遊びみたいな、そういうのをこうくる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 回すことでグーンって進むっていう、うん、いっぱい撮っちゃってるんですけど、お子さんがさ生まれたのを知ってんだね。ウームの重鎮ですよね。そう、そう、おかしいわ。今後ウームをどうしていきたいか。若い子ってめちゃくちゃなんですよ。そだよね、いやそういうポジションじゃないから。そういうポジションじゃないんで、まあいや、ウームの中の人はまあ頑張ってますよ。僕が何とかする話じゃないですよ。僕は別に社員でもないし、クリエイター、クリエ一所属クリエイターの一人として、まあでも社員総会は見てるから毎年一応その社員の人たちのモチベーションっていうか空気感を感じるために俺は言ってるの。でもやっぱり今はまあ正直その波としては結構株価を見れば分かるけど結構まあ厳しいところではあるのをみんなもまあ 自覚していて、こっからどうすっかみたいな、まあ逆境だね。すごい話になってますもんね、今。まあそうだね。いや別にそんなだってみんな分かってるから、会社の人も分かってるから、まあね、だからこっから、どうしていきましょうかみたいな話をしてたからね、うん、UM にいろんなクリエイターが全員集まるっていう時期も当然あったし、うん、今はもう所属せずに若い子たちはやってるっていうので、うん、なんか YouTube の雰囲気もどんどん変わってきてますしね、うん、それももちろん、なんか社内の人もまあバカじゃないから、十分理解してて、じゃあその上でどうしてい こうかみたいなのをやってます、うん、ただまあ僕は運を動かせる立場には全くないので、はい、僕もないんです。そうそう、はい、ただの一クリエイターです。普通にそう思う、だから頑張りたいなっていう気持ちですよね。頑張ろう、頑張ります。こんなんでいいのか。全然大丈夫です。瀬戸康史さんの好きな YouTuber と嫌いな YouTuber、 嫌いな YouTuber とかね。好きな YouTuber、 なんだろうな、誰だろうな、誰を YouTube って見られるんですか。俺はね、あんまりもう昔はそれこそ10年前とかは周りの人たちみんな追っかけてたけど、うん、今はちょっと無理じゃん、全部見るの無理です、いすぎて。誰だろうな、すごいと思った人誰かいるかな。YouTube、 いや普段から日常的に見てるのはもちろんその知り合いの人とかになっちゃうんだけど、はい、最近見たのはやべえなと思った人で TikTok のカイジって人がいるんだけど、知ってる？なんか丸坊主の、ちょっと今調べて、調べていいですか。あの編集かカンタもやべえと思う。マジっすか。俺たまたまなんか出てきて、うわなんだこの人めっちゃやべえなって、なんか田舎に住んでる TikTok で調べたらいいです。 TikTok でカイジって人、なんか丸坊主のなんかタンクトップ着た人なんだけど、いや俺久々にというか、あこいつやべえって
丸坊主の人、あ、お、すごい、ちょっとやばいよね、これショートに完全に合わせた編集で、いや、わかりますわかります、これは伸びるなって、相当なんか、なんだろう、くすぶってたのがドカンって出てきたって感じするよね、いや噴火してる感じがある、これ、どうなんですかね、なんか、ものすごい CG を使ってるわけじゃないじゃないですか、うん、なんか、うん、でも、すごい丁寧な、うん、見せ方うまい編集ですよね、うん、テロップも、入ってる上にその文字もガンガン動くし、そこにかといって邪魔になってない、置いてかれるわけでもないし、確かに相当な腕があるし、しかもビジュアルもちゃんと活かして、最近見つけた中では、うわーやべえ、これは、まあ、俺はここまで全然できないなって思った、確かに、うん、すごい、ここまでやらない俺は、これめっちゃ時間かかってますよね、すごいかけてると思う、だショートだからこそできるっていうところだね、そのここまでかけるのは15秒とか20秒、うわ映像もしっかり綺麗な、 やばいよこの人だ、俺そういうのかな、ちょっと旋律を覚えるというか、旋律が走るというか狂気を感じますね、なんかちょっとうわーやべー俺ここまでやってねーわーって、なんかこう打ちのめされるというか、そこであ俺もっと頑張んなきゃなって思うじゃん、でも瀬戸さんの空気を感じました、あ、そうやっぱ見てるのか分かんないけど、いやでもすごいこういう人たまに出てくると、なんか一撃で分かるじゃん、一個動画見れば分かるじゃん、その人がどれぐらいすごい人なのかっていうのが分かるですね、なんかそういう時に鳥肌立つというかね、 あなたは絶対伸びると思いますこれ嬉しいな、いやもう俺が言うようなことでもない、だからショートが俺、そう、俺が逆に水溜りボンドに聞きたかったのは、はいはい、ショートをうまいこと使ってるじゃん、あ、いや、ありがとうございます、ショート、俺、自分の課題だと思ってて、ショート動画は全然作ってないのよ、いや、で、どういうショートを作ったらいいかっていうのを聞きたい、長い動画とかにも還元されてくるみたいなのないのか、そういう、あんまない、いや、あります、あります、うん、やっぱりイメージにもなったりとか、うん、僕も街で声かけられることも、うん、またこうショート見てますっていう風で増えたりとかもあるんで、なんかやってる感覚で言うと2015年とか18年ぐらいまでの、それこそ U フェスで練習してる時ぐらいのところの5分とか10分の動画作ってる感覚に近いです、あーなるほど、ほうほう、労力的にはそれぐらいってことか、労力はまあ5分の素材を1分にしてるぐらいなんですかね、あーそうかそうか、いやでもなんか編集、はい、なんか結構凝って、あ、そうです、そうです、面白編集みたいな、うわー何これってなるようなやつやってたりとかね、まあ、少しでも工夫してやってんなみたいな、工夫してやってるんですけど、そん俺何やったらいい、多分今の子たちとかでもなんか短くてたくさんの情報を見たいっていう感覚なんですよ、ね、情報源になってるよね、 Twitter も、そうです、そうです、 TikTok とかも、なんでもしかしたらそのアップル その発表会とかっていうのも1分にまとめたやつがあったら、なるほど、瀬戸さんの横の動画で詳しく見たいって人が流れるかもしれないですね、ありがとう、ありがとう、ガチのアドバイス、いやいや、でもそういう俺はねそれに行かないようにしてたんだけど、行かないようにしたんだけど、でも瀬戸さんがもしそれにハマっちゃって1分の動画しか載せなくなるのは嫌です、まあね、だからアイデンティティがなくならないようにしなきゃいけないんですよ、おーおーおお、やっぱ僕も名言出ました、いや恥ずかしい、いやカンタもカンタでやってきてるからね、名言出てくるよそりゃ、いやそう頑張ってるしよめちゃくちゃ、いやなんか横の動画で一生懸命じゃあ今40分ぐらいの動画作るんですけど、うん、1分にもできるかもなって思っちゃうんですよ、ああそうだよね、頑張ればできちゃうからね、はい、面白いわけじゃないですか、うん、凝縮すればね、でもこれ1分で消耗されていっちゃうと、うん、結局自分のことを本当に応援してくれる人って、それがさっき言ったその分かりやすいその幸せなのか、そのじわじわ来る幸せなのかっていうところの違いだね、そうなんです、なんで僕らは縦動画ではなんか面白いものを紹介するっていうところだけに、そこからは出ないようにしてるんですよね、とっかかりだけってことか、そうですそうです、はははは、とかなんか面白い企画とかは絶対横動画でやるようにしてるんで、ほう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 、あ、うまいこと分けるんだね、一緒にしたい気持ちもあるんですけど、したらもうなんか全部縦動画でよくねって思われちゃうので寂しいよね、そうだ、それしか見ない人とか出てきちゃうもんね、なんでこれ縦にしないのって言われ始めたら悲しいじゃないですか、悲しい、
悲しいね、それは。それめっちゃ悲しいね。なんで、なんか10分長えよとかって言われるようになっちゃうんですよ、うん、そうか、悩ましいね。これ難しい問題です。難しいな、俺もそれ言われたくないな。また 縦の動画出してくださいみたいな。横のやつ、また横かみたいな。いや、それ最悪じゃないですか。また横かよみたいな。本気でその機材を話してる20分よりも1分で分かりやすくまとめてくれた方が嬉しいですって言われたら、そうだね、なんかもう誰でもできるじゃんって気がします。いや、その側面もあるからまた難しいんだよね。じゃあ、はい、最後ちょっと長くなっちゃった、すみません。奥さんとお出かけ行きますが。あはは、いいね。奥さんとお出かけ行きますか。それは、いや、行くでしょ、それ。質問、なんなの、その質問。いや、でもまあ、見ててくれてるんだね。そうですね。いや、行きますよ、奥様と。あ、じゃあ結構オフの日みたいなのも。オフというか、まあ、僕の場合は、今は引っ越したけど、今まではその同じ部屋の中にいたから、もう全部が合体してたというか、仕事と家庭が全部合体したから、まあ絶対分けた方がいいですね。 そう、まあ分けた方がいいんだけど、ちょっと寂しさあるんだよね。おー、なんだろうね、切り分けられちゃうと、ちょっと俺は昨日引っ越してきたばっかりだからっていうのもあるけど、少し寂しさがあるね。あ、やっぱさ、同じ家だと、例えば編集してるじゃん、はい、編集してトイレ行きたくなるでしょ。で、トイレ行くじゃん。で、トイレ行ってる途中にその赤ちゃんがいるわけで、ちょっと赤ちゃん見て、で、ああいい、ニコニコってしてて、ああって癒されてトイレ行ってみたいなことができてたわけ。ちょっとトイレ行く時に子供の顔見て癒される。で、また仕事に戻ってみたいな。で、奥さんがテレビ見ててとか、あっちで大相撲中継が流れてて、天皇陛下勝ったとか、なんかそういうの横目で見ながら、あ、天皇陛下だよとかって言って、あ、じゃあちょっと天皇陛下見に行こうみたいな。で、ちょっとだけリビング行って、うん、テレビ見て、あ、買った買ったみたいな。で、編集戻ってみたいな。そういう生活だったから、それ楽しいんだよね、それそれで。こっちに来ちゃうとさ、もう全く何にも、そう、ちょっと会社出勤するみたいな感じになっちゃって。そっか、ちょっとね、仕事に集中できる反面、子供の顔見れないし、すぐ。あ、じゃあ難しいですね。いや、本当に難しい。 YouTuber の何がベストの、本当は一緒にいたいしね。でもそうすると仕事できなくなっちゃうしね、難しいよね。いや、もうじゃあ一緒に外に出るということ。そうだ、これから子供がちょっとずつ大きくなってきたら3人で散歩とかしたいと思います。ありがとうございます、はい、最後にトミーと最後なんか瀬戸さんに聞きたいことないかなって話してて。トミーね、はい、瀬戸さんってライバルっているんですか。ライバルは、ライバル気になりました。ライバルは、まあ、どういうモチベーションというか、ライバル、まあでもずっと多分周り、僕の動画見てる人がピントを浮かぶのは、まあカズさんじゃないか。まあ、同じ頃からずっと続けてきてるし、なんだろうね、似てるというかね、ガジェット系で、あ、同じ福井で、だからほとんど似てるんだよね。僕なんか真逆に見えてましたけどね、むしろ。あー、真逆、やってること違う、一緒じゃん、全然。ガジェット系で、なんでだろう。まあ、向こうはアウトドア系か、俺はインドア派だから、そうですね、そういう性格としては全然違う。そうかもしれない、性格は違うけど、やってることとしてはガジェット動画だから。そう、まあ、ライバル、まあ、そういう感じでもないですよね。もう今ないね、そんなになんかこの人をなんかバチバチみたいな、ないね。うん、なんだろう、ないね。もう広がりすぎちゃってね、ショート動画とか。確かに。うん、負けてる勝ってるとかもあんまもうよくわかんないんです。 YouTube の中だけ見てるわけじゃないからね、いろいろ。もう芸能人の人とかが入ってきてる時点でもうそういう概念ないじゃん。いや、むちゃくちゃですよね。ライバルもクソもないっていうか、昔はもう10組とかでやってたじゃないですか。狭かったからやっぱり意識してやってたけど、今はもう、むしろみんなで、なんだろうな、協力してやっていこうみたいな、うん、いろんな人がね、強い人がいるから、業界的に、そう、手を、なんか手をつないでやっていきましょうみたいな感じなのかな。ありがとうございます。はい、僕が聞きたかったこととか、みんなが聞きたかったことは全部聞けたと思うので、はい、ちょっとよかった、こんなんで1時間以上、ちょっとね、どうしても長くなっちゃうんだよね。気づいたらお話しさせていただいたんですけど、これを1分に、いや、無理です、無理です、まとめてくださる。終わりです、僕泣きます。
これは一旦無理ですよ。これが縦になります。このままこう縮めて縦になります。無理ですよ。いや、すごい楽しかったです。いや、ありがとう。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。いや、20代の人たち本当に私のことを覚えててくれてありがとうございます。なかなか瀬戸さんがこう出ることないですからね。ないですからね。本当ありがとうございます。ミセマリボンドのファンの方たちもこれからもずっと彼が大きくなるまで、大きくなる彼がおじいさんになるまでずっとファンでいてあげてくださいね。 ありがとうございます、はい、お父さんみたいな。そういや、そうよ。みんながやっぱ別になんか足引っ張ってるわけじゃないからね。そうですよ。みんなが、ね、幸せになればいいじゃないですか。はい、ということで、以上今日の水溜りボンドでした。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあの